今回の動画ではいつもバックルームのエンティティに脅かされるので、人間文明で一番強い銃でエンティティを倒せるのかを検証プラスお仕置きしていきたいと思います。ではどうぞ。はい、どうもトリビアです。あ、ディエゴです。今回はバックルームに出てくる怪物エンティティに銃が効くのかっていうことを検証していきたいと思います。おお。バックルームの、ね、エンティティの倒し方は、なんか光当てたりとか、アーモンドウォーターかけたりとか、なんかそのバックルームのオブジェクト使って倒したりとか、なんかバックルームのアイテムを駆使して倒す特殊な倒し方とか多いパターンがあって、普通に人間文明で一番強い武器、銃を使って、バックルームのエンティティが倒せるのかっていうのをね、今回このゲームでね、検証していきたいと思います。おー、やっていくか、じゃあ。それではやっていきましょう。いいね。とりあえずは練習でクラシックっていうやつをちょっとやっていこうかなって思ってます。これ僕も押した方がいいよね。うん。で、これは多分練習用みたいな感じなんで。なんか変なやついるんだけど、目の前に。もうなんか取れる。やばいやばいやばい。なにこれ何これ、やばいやばいやばい。で、これトリビアってさ、どこにいる？うん。いや、わからん。ちょっと待って。なんかすごい場所にスポーンしたんだけど。何これ。こんな感じでね、とにかく撃ちまくると、うん、が来てる。あ、ほんとだ。こういう感じですの。やばっ。倒せるじゃん。めっちゃおれこれ。いつも逃げるだけのエンティティめっちゃぶっ殺せるから超楽しいんだけど俺。確かにストレス発散だ。そう、楽しいわ。ディエゴがどこにいるかだよな。そうだよね。で、あとなんかいろんな武器があるね。普通のバックルームにいる。あ、もう普通のバックルに今いるね。いや、くそ盛れわ、これ。いや、すげえわ。こんな感じでどんどんね、エンティ、いつもね、ただね、追いかけられて逃げることしかできないエンティをね、ボコボコにできるという、最高のゲームなんでね。確かに。なんかいろんなマップがさ、繋がってるよね。繋がってる、そう。繋がってるっぽいね。あ、いた。あ、違う。あ、どこ、あ、いなかったか。なんか違う人もいるんだね。なんだけど、ディエゴには会えないと。エンドの部屋探せばいけるってことかな。そうだね、その奥にあるから、うわ、何ここ、やばやばいやばいやばい。あ、多分バイオハザードだったら絶対死ぬみたいなエリア来た。大体分かったかも。やばい、なんかもう10体とか平気でいるんだけど。やばいやばい、これなんだよこのステージ。やばいやばい、あ、痛い痛い痛い。なんだよここ。やばすぎる、やばすぎる、マジでめっちゃいる。何ここ、あ、来た。これやばすぎるんだけど。そう、やばいでしょここ。ディエゴ合流したわ。うん、やばい、ヒーローとしてリザーズイーグル3トガンで行こう。 AK、 やば、早っ。AK いいか。AK いいね。うん、AK 早い。えい。OK。これ多分スキンスティーラーって意味ですよね。あー、うん。要は、その、皮を剥ぐタイプ。隠れてもなんか襲ってくるやつだよ。そう。人間を襲って皮剥いで人間のふりして、また新たに人間を襲うという。うん、超。趣味悪い、これ、こうしたの、借り方する、やばいやつ。それがもう大量、まあ、こんな感じですね。大量発生してるってことか。これは大量発生してるって感じだね。まあ、こんな感じでチュートリアルはいいでしょ。で、次はサバイバルモード行ってみようか。じゃ今からサバイバルモード入っていきましょうか。OK。お、どこだ、あれ、ディエゴいないな。んやばい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 、やばいよ、やばい、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。うわ、なる、やばすぎる。一応僕も来たね。うわ、何これ、やばいやばいやばい、全然なんかめちゃくちゃいるんだけど。え、やばやばいやばい。うわー、もう死んだ。エンドに出てきたんだけどすぐ死んだわ。確かに。あれ、これなんか銃声聞こえるな。ディエゴいるのかな。多分近いんじゃない。バックルームにいる。うん、普通の、ま、バックルームというか、なんて、いた、いたいたいた、あ、いたいたいた。多分これトレビア。あれ、ディエゴいる。やばいやばい。いや、だけど敵が多いな。やばいやばい、なんだこれ。よし、オッケー、ワンキル。 あとさ、これ弾薬、これ集めないといけないのか。そうじゃん、無限じゃないじゃんこれ。そうだ、やべえ、めっちゃ無駄遣いした今。やべえ、ヘッドショットしないとダメだね。そうだね。やばい、めっちゃエイム減ったら、エイムがゴミすぎる。やばい、死んだ、またやばい。 HP があるとな、すぐ焦っちゃうな俺。うん、まずね、僕トリビアをね探したいな。できるだけ合わないようにした方がいいな。やっぱ銃撃てるから調子乗ってたらさ。ああ、そうか。できるだけ戦わない方がいいよな。あ、ラッキー。これどうやって銃拾う？一応僕普通になんか拾えた。拾えたね。いろんなとこ隠れて、どうにか生き延びて。とりあえず、ディエゴに合流したいけど。よし、OK。普通のレベル0にいる？今ね、あ、そうだね、0にいる。
なかなか合わないな。よし、2キルした。ダブルヒットショットした。おー、ナイス。よいしょよいしょ。Hello. やばい、なんでいきなり来た。なんでやばいやばいって。おいおい、やばいやばい、天井に撃ってる。バカ、死ぬって。やばい、ハサミ撃ちされた。あー、おい、いた。うわー、やっとトレビアいたのに。期待だったでしょ。うん、目の前で死んでた。さっきのとこに行けばいいんだな。うん、やばいな、どこにいんだ。一応さっきの場所に止まってるんだけど。でもバックルームやっぱな、迷路だからね。そうなんだよ、迷っちゃうんだよね。同じようなとこばっかだからさ。あ、銃だ。弾補充。ディエゴすげえ長生きするな。うん、なんか、なんだろう。あ、え、あ、これ僕死んだ感じ。あ、死んだね。あ、死んだ。やばい、やっと。やばいやばい、なんかめっちゃやばいとこ来た。おらら、おらら、よいしょ。ディエゴに合流したいとこではあるんだけどな。てか、なんかいきなり襲ってくるな。お、いた。あ、いたいた。よし、これで、これで安心だ。よし、とりあえず探索していこう。違うレベル行こう。オッケーオッケー。とりあえず敵がいない方にどんどん行っていけば問題はないはず。で、一応これは、もう、どんどん倒していく感じ？エンティティを。いや、エンティティ、まあ倒してもいいけど、ちょっと違うエリア行ってみたいね。あ、違うエリアね。オッケー。ここら辺エンティティいないね。ね、なんかありそうで悪い。ここ行き止まりか。あ、行き止まりだ。なんかありそうなんだけどないな。ああ、いたいた、敵。ナイス。まだいるね、こう。いや、めっちゃいる。ほんとだ、やばいな。やばい、何？え、どうした？危ない、弾切れになった。あ、やべ、死ぬって死ぬって危ない。え、やばいやばい。やばいやばい、やばい。これ一回さ、うん、襲われるとさ、エイムが狂わされてさ、全然当たんなくなっちゃうからさ。うん、これ一回逃げよう。一回逃げよう。ここやばい。やばいぞ、ここ。じゃあ逃げよう。一回逃げよう。なんか回復したいね、トリビア。回復したい、マジで。俺マジで風前の灯火だから、あとワンパン。回復キット欲しいね、確かに。あ、こっちエンドだよ。お、エンド行ったね。うん、いいね、エンド。ちょ、後ろから敵来たから。あ、これ回復キット。お、ナイス。よし、回復できた。いいね、いいね。全開したわ、これで。何にもねえや。何もないね。マジで何もないじゃん。何もない。え、なんか物資とかないのかな。回復が多分無限にリスポンするから、これ、ディエゴ今。使えば、うん、そう、回復するでしょ。これ全開したでしょ。うん、あと弾薬が欲しいな。いや、ナイフとか欲しいよな、普通に。弾薬節約するために。確かに、普通に刀とかね。あ、弾薬これじゃん。あ、どこにある。ん、これこれ。あ、本当だ。オッケー、他のエリアも探索するか。やばいな。やばい、ちょっと死ぬぞ。リュウが死ぬ。あ、やばい、俺も死ぬ。うわで、最後に、エキストラターンで、プレイヤー同士での禁断のバックルームで殺し合いができるということで、ラストは殺し合いで、PVP やっていきたいと思います。バックルームでの。あ、じゃあもうこれ一応、あれか。殺し合いですね。もう始まって。で、やったらもう、命の奪い合いが始まる。全然見つからないけどな。めっちゃ見つかんないな、これ。本当にトリビアいる。相手も動いてるから。おい、どう？ちょっと待った、やばいやばいやばいぞ、やばい、待った、やばい、もう話してたら死んだわ。いきなり現れた。近くだな。だいぶ近くまで。近くだ。どこだ。ここだろう。いや、今一瞬見つけたんだよな。でも後ろからやってやろうと思ったんだよ。あ、そうなんだ。わー